山田翔子です。今回はディズニーシーにやってきました。ということで、私のディズニーシーでのまったりゆったりコースを紹介したいと思います。もう生まれたの？生まれたんです。もう婚活中。ディズニーシーはもう10回以上行ってますかね。ほぼほぼ妹と行ってることが多いんですけど、よかったら見てください。まずはいつもベッカーズで食べてから腹ごしらえしてから前浜の横にあるベッカーズでチーズハンバーガー、チーズバーガーとポテトを食べてからいつも行くことが多いですね。もうこのコースお決まりになってきました。でもあの C のカレーも好きなんですよね。はい、そう、少し前に、ディズニーランドの方で1万円企画をさせてもらったんですけど、 YouTube で。今回はディズニーシーで1万円企画やろうかなと思ったんですけど、はい、今回はゆっくりゆったりでやっていこうと思います。そう、チケットいただきました。本当ありがとうございます。チケットでね、そのパスポートプラスギフト券、ディズニーのギフト券をね2000円分もいただいてしまって、本当にありがとうございます。それでカチューシャをね購入しました。ステラルーちゃん、このうさぎちゃんもう可愛くて、ステラルーのカチューシャか悩んだんですけど、今回ねハロウィンでその着ていく衣装がダッフィーとシェリーメイちゃんをしようって言ってたので、結局ねシェリーメイちゃんにしたんですけど、これも好きなんですよ。なんだっけ、これもバニー、なんとかバニー、いつも名前が忘れる。私ほんとディズニーの名前忘れるんです。だからこのね、接するのよ、ほらほら、ひとこちゃん苦手ほら、接するのも名前がわからない。空いてる、あれは何ですかね。なんて名前、わからん。リトルグリーンマンって一緒だ。なんだろう、キリギリスに見えたんですか。知ってるんですけど名前が出てこないっていう。そう、ここのねスポットがすごく大好きで、ヒルナンデスでも昨日ぐらいかな、ここがおすすめのスポットで、ゆったりするには最高の場所ですっていうのをなんかおすすめされてましたね。だいたいここにいますね、ディズニーシーン来たら。かわいい、このなんか地中海場所がすごく好きです。そう、ここの好きなこのベンチがもういつも姉妹でいます。大体このベンチに1時間ぐらい座ってるかもしれない。それもパレード中とかに、パレードも見ずに、ただただまったりゆったりこの曲をね、パレードの曲を聴きながらいるっていう。これ最近やりすぎなんですよね、すいませんね、こればっかやってるんですよ、極めたくて。はい、でこの購入したステラルーちゃんと浜子はダッフィーですね。めちゃくちゃ浜子悩んでて、シェリーメイちゃんにするかジェラトーニちゃんかダッフィー、でも結局最初に好きになったやつを購入するのが一番ってことで、結局ダッフィーをね購入してましたけど、シェリーメイちゃんの方が枕をね持ってたんですよ、水色の。だからどっちにしようって、ずっとこれはなんかちょっとおむつみたいに見えたらしくて、このかけてるこのこれです、布団。もう出来合いです、なんか子供みたい、ほんと赤ちゃんを持ってる。こんなベンチのね上のところに乗せちゃダメですけど、赤ちゃんだったら。ね、本当にこのぬいぐるみかわいい。
私のね YouTube にこれから登場してますのでチェックしてください。これ浜子に撮ってもらいましたなんですけど、一人って虚しいですね。やっぱこういうコスプレしてると一人は虚しいと思いました。なんかいつもハロウィン過ぎた後の11月の頭に行くのが本当に人がいないんですよ、Cは。なのでいつもハロウィンが終わってから行こっかみたいな感じで計画立ててるんですけど、今回ね人が本当に多かったですね。あとキャラクターにめちゃくちゃいましたね。アプルトちゃんの、ね、お尻を、そしてお尻狙いですね。本当に C はこうやってプラプラ歩くのが最高の場所ですね。あここすごいいいんじゃん。本当だ、いい景色、すごい綺麗。この日はね、いい天気で良かったです。ただ、本当にこの日、みんななんかあの運動会とかの振り替え休日だったのか、めちゃくちゃ人がいて。ぽくない？ぽい。ほぼアトラクションならずも、もう歩いてるばっかりです。まったり。行きたくなりますね。みんなこういう感じの海外だと南フランスとかそっち系なんですかね。どこに行ったらこんな場所があるんでしょうか。まあディズニーシーにあるからディズニーシーでいいんですけど、こういう素敵な場所に行きたい、海外に行きたい。ハロウィン期間はこういうコスプレとかしていいんですけど、ドレスとかを着てる人がめちゃくちゃ多くて、もうドレス着たいとか、あと制服デートがしたくなったりして、制服デートするなら誰と行くとか、なんか勝手に妄想しながら話してますが、いいなぁ、デートしてる人、ペアルックとかでねいる人とか羨ましいなってなりました。カップルだとどれで行くみたいな話してました。そのカチューシャね、カチューシャつけるなら何にするみたいな。私このスポット知らなくて、ここでゆっくりしたの初めてなんですけど、あ、今妹はここがねおすすめって言って、めっちゃここ良かったです。 BGM も最高だし、この船の音いい感じ。タワーオブテラーもね乗りたかったな。そう、有名人発見したんです。この人 TikTok でめちゃくちゃ出てくるんですよ。なんで TikTok でずっと見てたんですけど、会えた時ちょっとめっちゃテンション上がりました。
タージアースとかあれが好きです。でも結構故障中みたいなことが多くてなかなか乗れる機会がないんですけど、あ、そうそう、海底なんちゃら、海底2万マイルですね。もうね、下行けるの知らなくて、あれ嘘、本当だ、どうやって行くの。なんかもう何回も行ってるのに意外と知らないとこあるっていう。あれ、あんま行ったことないし、行ってみる。行ってみたところ、この場所はですね、レストランでしたね。中華とかがある場所かな。ボロッとできるから本当最高なんですよ。で、こちらマーメイドラグーンですね。新しくなってからまだ行ってないんですよね、マーメイドちゃん。あのショーがすごい素敵でセクシーで、また見たいなって思うんですけど、本当この日はちょっとね、とりあえず歩いて楽しもうみたいなぐらい本当人が多かったので。ゆっくりいる場所、アラビアンコーストです。こちらのカレーが大好きなんですよね。アラジン。アラジンね、見たとこだったんで最高でしたね。ジャスミンやりたかったコスプレ。かわいい。見せてあげようだね。それを歌いたくなる場所ですね。はい、これちょっとなんかアラジンのあの映画のね、最初に盗んだ感じの、逃げている感じをちょっとイメージして撮ってみたんですけど、どうでしょう。はい、そしてやっとシンドバッドに乗りましたね、アトラクション。シンドバッドも多分1回ぐらいしかないのかな。すごい楽しめました。ちょっと今回は早めに写真撮ってしまいまして、皆さんにお会いしました。なんかお昼から夕方コースですね、こちら。夜からもいいんで、再入場しようかすごい悩んだんですけど、ゆったり、本当にゆったりで、夕方に帰るとちょうど人も空いてて、行きの電車はね、もうパンパンだったんですよ、この中。何なんでしょうね、ディズニーって本当夢の国、また行きたくなるような。皆さんはこの土日何するんでしょうか。今回も見てくださってありがとうございました。バイバイ。